かあるんかな。へえ。リン君とアルティナ結構イラスト描いてるんだね。はい、というわけで次の日に撮っております。いかんね、マラソン途中にやめたらどこまでやったかわかんなくなる。とりあえず外回りやって、食堂と倉庫を見たというメモのもとやっていこうと思います。クラブハウスですね。クラブハウス誰もおらんね。下に降りてみよっか。下はよいしょ、誰もおらんね。誰もおらんかな。で、外に出て購買部行けなくて食堂終わって、じゃあ本校舎に行けばいいかな。本校舎1階。うん、ちょっとロードが長いね。ここが先生ミハイル少佐。そうなんです、いろいろ見てます、せっかくの機会ですし。うん、そうなんだよね。はい、楽しみだな。だって私たちも知らないしね、内容。リンク一緒に頑張ろうね。よし、こっち側はない。じゃあこっち側、私コントローラー壊れた。なんか右スティック勝手に動く感がある。部活の話かな。それ先入観じゃない、大丈夫リン君。ある部活に興味があるけど部員が集まりそうにない。なるほどね。文芸部やっぱりいいね、いいね、私はいいと思うよね。文芸部といえばエマが所属していた。はは、懐かしいな。要するに立ち穴は心配なんじゃないか。ハッシュがただ席を置くためだけに文芸部を利用しないかどうか。うん、あー、成果ってやつか。それっぽい評論をまとめてどこぞの文芸誌に送りつけりゃ文句ない。すごいね、そんな文才あるのね、意外だね。いいんじゃない。なるほどね。気になる。アッシュ。意外なことに真面目に活動する予定らしい。なるほどね。向かい側？あ、何してるの今は。うん、顔見に来たの。うん、ありがとう。それぞれできることをやっていこう。優しいな。よしっと、じゃあ2階に行きます。2階は一人だけいる。8組勉強してんのかな。ん、あ、違った、逆だった。逆でした。ジェネラル、あー、音楽室か。え、昨日入ってないよねここ。ドラム、バイオリン、フルート、クラリネット、コントラバスにチェロ。ピアノ弾けるんだ。芸術教養の担当。あ、そうなんだ。へえ。ほんとね、お見それします。
貴族のたしなみかそうだね、ギターやってた。いや、さすがリン君。あ、ごめんなさい、ちょっとマイクに手が当たってしまった。なるほどね。共感、貴族のたしなみまあね、そういうのも大事だよね。うん、じゃあ屋上、屋上は外と同じだからさ、あ、屋上、そっか、ここに繋がってたか。じゃあもう見た感じですか。クラブハウス下で見たんだっけ。下見てないくない。なんかそのまんま外に出ちゃったような。こっからこっちに行くのか。なるほどなるほど。誰かいる、プールいるよ、プール。プールってこっから行ってみよう。おー、あ、早速活動している。ね、3人、4人いるっていいね。ね、筋トレバカっぽいよね、ウィンね。いいキャラしてる。筋トレバカだし、勉強もするし、ほんと一生懸命真面目なキャラクターみたいな感じだね。さあ、これで大体見たんじゃないかなと思うんですが、あとは、絆イベント消化したりとかですかね。礼拝堂に向かう前に絆イベント消化しましょう。絆イベントを消化していくんですが、今回絆イベントがあるのが、クルトとミュゼとアルティナで3人分で、ポイントは2人。までしか選べないというわけで、一応全員見て人物ノートに書かれるの優先みたいな感じのプレイスタイルなんですけど、まずはクルト君、寄付を並べているクルト君、これ残さない組ですね。うん、チェス部の検討材料とするためにも一曲付き合う。おー、チェスやる？たしなみはある。トゲがあるな。胸を貸してもらいましょう。うん。軽く流すようにテンポよく駒を動かしていった。リングそうやって構えるんだ。結構やりますね。ブランクというのはブラフですか？ブラフって何？何？あ、なんて言うんだっけ？ちょっと言葉が出てこない。日本語が出てこない。ブラフなんかじゃないさ。だが簡単に負けるつもりはない。学生時代、チェス部の友人の対局に何度も付き合ってきたんだからな。マキアスのことだね。ほんとちょこちょこ思い出していいな。言うね。言い返すね、リンク。面白い。反動感に引き出せるかは君次第かもしれないの。待って、このスクショちょっと撮るわ。黄色い声。あ、クルト君探してたのか。なるほどね。ファンクラブ？久しぶり？あ、知り合い？あ、そうなんだ。道場から急にいなくなっちゃう。あ、バンダールの？なるほどな。すごいね。よほどだね。ね、地元の知り合いっぽい。そしてすかさずメガネをかけている。いつかけた？見てなかった。なんでメガネ外したリンク。ちょっとどういうこと。
来るとは剣の稽古があってね、ちょうど休憩していたんだが、そろそろ連舞場に戻る時間みたいだ。どこかで見たことあるような、あ、自分に引きつけてあれをそらすみたいな。リンくん、リンくんなんか優しいね優しいな。だってさ、他の人、この町以外の人にこうバレないようにしてたもんね。シーシーってシーってそうよね、あのこの町の人はもう自分がバレるのは仕方がないからあれだけど、他の町から来た人がこの町にその灰色の騎士がいるってバレたら、なんかこういろいろ迷惑かけるみたいな感じでメガネしてたりするんかね、リンくんなりに。なんか今のだけでリンくんのこの思いやりの強さがもうなんかすごいね、リンくんって尊いですか素敵ですね。分からんこともない。乙女心的にね。乙女の中二心的な。わー、もうなんかリン、そう、私さ、なんか、千の奇跡3になって、2から3、すごい、私はすごい早めにやったから、頭の切り替えができてなくって、だいぶこう、3のリンくんに触れて、慣れてきたっていうよりも、なんて言えばいいんだろうな、あ、これリンくんだみたいな感じで、なんか今はね、かなりね、好感度っていうのかな、かなり上がってますね。うーん、居心地が悪いというか、そういう時もあるよな。あー、待って、なんだこの絆イベント、めっちゃいいんだけど、で、めっちゃいいんだけど、この絆イベント、アンダールらしかったらか、あー、そういうことか。あの、外見にコンプレックス持ってるって、そこでキャーキャー言われるのが嫌なんだ。あー、なるほどって勝手に納得してるけど、そうなのかな。え、それってな、つまりミラーたちいや、ミラーはさ、私さ、空の奇跡よりはかなり2枚目だと思ってるんだけどな天の奇跡のミラーは。そういうわけ、まあでも確かにクルト君美少年って感じはするよね。髪の色綺麗だし、いやー、対局も預け、間違いなくいいものを持ってるんだが、彼自身の、そして俺の課題だな。はあ、お、半分も上がるんだ。え、なんかリン君めっちゃ良かったねなんかさ、今話すことか分かんないけど、なんかのキャラクター人気ランキングかなんかでリンク1位だったんですよ。千の奇跡だったかな、全体だったかな。で、あ、リンク1位なんだって、まあ主人公だしそうかって思ってたんですけどいやー、高3からなんかこう、なんだろう、いや1、2もリンクらしかったし、リンクらし、主人公らしかったし、なんだろう、なんかね、やりながらなんかちょっとつかめないところあるなって思ってたんですよね。なんだろう、主人公なのにちょっとなんか影っつったらあれだけど、なんかうん、つかみきれなかったところがあるんですけど、3のリンくん、まだ全然触れたばっかりだけど、なんか腑に落ちるものがあるっていうか、なんていうか、よし、そうそう、このね、よしとかいう声もさ、あと剣を振った時のターターっていう時もなんか声が高くって、最初すごい違和感があったんですけど、なんかこの普段のこの振る舞い方
を見てくるとあれもこう合ってるというか、あそうなんだなって感じなんですけどこの私の今の感想ってみんな持ってた感想なのかな、どうなんだろうみんなも一緒だったら嬉しいな。うん、でみんなはさやっぱこう最後までやってるからいろいろこう終わった後の感想になっちゃってると思うんですけど、こうまだ始めたばかりのこのリアルタイムな私の感想を聞いて、まあ自分もこうだったなって思ってくれたりすると嬉しいなって思ったりしますはい、ちょっと長々と語ってしまいましたが、ロードして今のクルト君の話めっちゃ良かったんですけどまあ絆イベントは相変わらずそんなもどかしい思いを抱えながら次のムノコス組ミュゼとアルティナ行きたいと思います。まずはミュゼから。茶道部ですね、茶道部の手伝いをします。嬉しいよね。うんうん、いいよいいよ。さてさて、うんうんうん、どこになる？奥部屋。あ、和室だ。和系静寂知らんな、この四字熟語。物のついでね、懐かしく感じる？知ってるんだね、よく知ってるね。ね、老子の名前まで何なんだろうミューゼネタバラシするとラマール州の伯爵家。へえ、なるほど、ラマール州ね。内戦を起こした貴族連合総首相開園公爵の領地。伯爵位ならいろいろ聞いてもおかしくない。灰色の騎士とかそういう噂ではなくって、前の七組の皆さんのことや妹さん皇女殿下方面の噂です。昨日のあれも多分そういうことだったんだなはい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 。おじさま、イーフレット博。はいはいはい。リンクもなかなか博識だよね。いいものをお見せする。あ、もしかして着物か何か。そんな短時間でいける？しかもさ、それ窓透けガラスなの？どうなの？何ガラスなの？ちょっとまたリン君があのラッキースケベになってしまうので誤解こう買うものがちょっと困るよね、共感だし可愛いリン君可愛いかわいい。多分大丈夫でしょう。へっ。おー、きれい。すごいね。そんな、なん、そものの数分で切れるもん。着物ってさ、爆乳だと、胸のところ痛くないんかね。めっちゃいいと思うじゃなくていじられるリン君
ドンマイリンくん。なんか上司、私は上司なんで、なんだろうね、女子ってそういう点お得よね。何が何がはは、面白かった。はい。あ、もう一個なろうとしている。クルトが完全になかったんだね。マヤも似合ってる、さすがと言わざるを得ない、このマヤの似合いっぷり。マヤとかのさ、髪型だったらさ、襟尻だっけ？うなじが見えて、おって思うよね。ちょっと綺麗で、おって。ね。まあでも、コンプレックスに思ってそうだからね、あんまり深く言うのはあれですけど、まつげ長、目つぶった時まつげ長そうに見えたね。登りたいけど、靴脱がなきゃいけないもんね。さてと、次アルティナね。面白いな今回も絆イベント。さあアルティナ、部活ね、悩んでるんだよね。手を貸しましょう。そうだね、いきなりはね。はあ、なんかだんだんリンくんが尊くなってきた。尊くなってきた。テニスか。ラクロスよりはテニスの方がやりやすそうよね。運動部いいんじゃないかな。文芸部ね。文芸部合ってない。どういうあれだろう。やってるね。髪の毛あんな長くてさ、帽子なしでプール泳いだこと多分ないよね。邪魔じゃないんかね。最後まで泳ぎきれなかった。惜しかった。 25m プールかな、ここ。どうなんだ、適性はあるのかもしれません。水中にいるとなんとなく懐かしいような感覚。懐かしいような感覚。待って、その懐かしいような感覚っていうだけで奇跡中はいろいろ想像してしまうんですけれども。あー、うん。つまり、そういうことだけどそういうことじゃないみたいな。なんでしょうね。母体内にいた記憶はありませんが、まあ。うん、いや、みんなそうだと思うけど、そんな含みのある言い方しなくても大丈夫だと思うんですが。はい。うん、はい。リンクも思うとこあるわ。私も思うよ。で、入部してみる？消去法で考えればそれ以外ないのでは。消去法じゃなくて選んでほしいよね、医師の話。今後も続けていきたいかどうか。全身運動を実施継続すれば効率よく体力をつけられそう。うん、私もね、水泳やってたんですけど、ほんと水泳で培った体力だけで学生時代なんとかしてきたみたいなとこある。水泳はほんと持久力つくよね。私も運動部に入るんだったら水泳かな。球技系は無理だわ。こんな感じで。そうだね、いいね。うっしゃ。
ありがとね、よろしく。ああ、そうなんだ。うちのアルティナをよろしくね。グスタフはまだ決めてないと。よし、絆ポイントも消化したし、うん、もろもろ終わってきたなと思うんですが、時間もちょうどいいかな。じゃあこれはまた今度読むとして、あれ違う、なんだっけ、人物ノート、こんな、あ、ミューゼが増えてるんだね。リンの前で怪しげに着替えるミューゼ、わざと誤解させて買いながら作動部できる着物を初お披露目した。小悪魔だよね、なんか小悪魔っぽいよね。こんな感じでした。礼拝堂、あ、ジンコいるね。ちなみに絆ポイントがない状態でクルトに話しかけるとどうなるのかな。あー、ちょっと変わってますね。追加で取りに来てます。クルトくんの絆イベントが終わった後にあの3人がどこに行ったのかっていうのを見るのを忘れていた。ベーカリー公園ベーカリーカフェにいる。あ、いると、いたいたいた。あ、イベントあるんだ。ね。え、話しかけたいリンくん、ダメ？あ、ダメか。まあそりゃそうだよね。退散しましょう。